にちは、柴戸です。今回はフェルナンデスのアーティストモデルとフェンダージャパンを鳴らし比べていきたいと思います。今回リクエスト動画になっておりまして、フェルナンデスのね、こちらアーティストモデル、これはですね、ラルクのケンさんのモデルです。まあ、赤いやつがね、有名かと思うんですけれども、これはね LD115KK ラブドライバーというですね、機種になっております。まあ、アーティストモデルってフェンダーとかギブソンと比べたらどういう風な感じなのか、まあ、要は引けを取らないか、逆に本家を上回ってるところがあるのか、まあ、そういったことをですね、ちょっとね、検証していただきたいという風なリクエストがございましたので、今回は、まあ、ストラトタイプということでベタベタなですね、フェンダージャパンと鳴らし比べていきたいと思います。まずはケンさんモデルのスペックいきましょうか。まあ、重量はね 3.57 というところなんですけれども、アッシュです。アッシュでね 3.5 はね、かなりいい感じだと思います。ピックガードがアノダイズドで、パーツはねブラックな感じになっておりまして、ペグはね交換されてます。ロックペグになっております。サテンフィニッシュのメイプルネックとで、12フレットにはこちらケンさん独特のインレイが入っております。ピックアップセレクターはですね、3ウェイなんですよ。まあヴィンテージスタイルをですね、まあ、模したというか、このねヘッドもちょっと大きめなのかな、まあそうでもないか。ケンさんのこだわりが詰まった1本という風な感じなのでしょう。まあ、重量感だったりネックの感じはね非常にいいです。これ R もねそんなきつくないですね。モダンなシェイプになっております。じゃあ生音いきます。お、割とふっくら広がる感じですね。フェンジャパの生音いってみましょうか。あ、これはねアルダーのボディにメイプルのネックで、ネックはね結構ねケンさんのと似てるかな。ちょっとこっちの方がしっぽりしてる感じはしますね。重量もねこっちの方があります。まずはベタなこのフェンダージャパンを鳴らしてみましょうかね。ではリアから、非常にオーソドックスなフェンダージャパンのストラトのクリーンと、まあ、これと比較して、まあ、今ねアーティストモデルね高騰してますからね、その高騰している価格に見合ったサウンドなのかどうかっていうところが結構ね皆さんね気になってるところかなと。まあ、アーティストモデルってだけでね付加価値はついているので、もちろん若干お高めになるのはね皆さんねご承知の上だと思うんですけれども、まあ、サウンドやいかにというところなんでしょう。でリアからいきます。まあ、ヴィンテージスタイルっすね。出力がね若干弱め、きらびやかっすね。
うん、ちょっとね、思っていたのとは違う、まあ、好みはね、分かれますかね。優しい感じっすよね。ちょっとブーストを踏んで、優しい感じっすよね。ちょっとフェンダー行きましょうかね。強めな感じがしますよね、まあ、ちなみにね、これテキサススペシャルが乗っかっております。では同じ設定で県産モデルです。ですね、アーティストモデルというだけあってご本人の仕様にですね寄せてるから、まあ、より好みはね分かれるかなというところですね、まあ、僕が持っているこのフェンジャパとは県産モデル大きな違いがあるなというふうな感じでした。まあ、今回の動画はあくまでもね一例に過ぎないんですけれども、まあ、今後ギターを選ぶ上で参考にしてもらえたら幸いでございます。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。